貴族院議長は、大日本帝国憲法に基づき設置されていた、日本の帝国議会の両院制を構成する、貴族院の議長である。日本国憲法施行後は、帝国議会に代わる国会において下院である、衆議院は維持されたが、貴族院は廃止され、上院として参議院が設置され、参議院議長が、後継役職となった。帝国議会における、 貴族院の議長及び副議長は、議員の意思によらず、内閣の保筆により、天皇から直任されることとなっていた。任期は7年。任期の定めのある議員の場合は、議員としての任期の期間、その職に就くこととなっていた。仮議長は、議長及び副議長の両者ともに、体の故障等のある際に議員において選挙された。最年少就任記録は、 この絵つまろの33歳、最長在任記録は、徳川家里の29年6ヶ月。いずれも衆議院議長、参議院議長も含めた、最年少、最長記録である。親子2代で議長を務めたのは、この絵つまろ、文丸と、徳川家里、家政の二組。これも衆議院議長、参議院議長には、例がない。貴族院議長になった。 内閣総理大臣経験者は、初代伊藤博文、貴族院議長退任後内閣総理大臣になったのは、伊藤と、このえふみまろ。上記一覧の通り、歴代の貴族院議長はいずれも、家族議員で、直線議員など非家族からの議長就任はなかった。また、勲行家族出身者の議長も、初代の伊藤だけで、残りはみなくげ、大名の出身である。ありがとうございます。